台湾が初めて自国で建造した潜水艦の一番艦開墾がついに動き出したみたい。ついに念願の一番艦ってわけだな。今回は台湾初の自国建造潜水艦開墾について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。開墾とは古代中国創造上の巨大魚の名で、台湾で初となる国産潜水艦で、その一番艦が台湾南部高雄の造船所で9月28日進水式を迎えたよ。この建造計画は蔡英文総統が熱心に進めたもので、蔡氏は進水式で念願叶ったということか、艦無用の様子だったみたい。開墾潜水艦が近年台湾の武力統一を示唆している中国習近平体制への強力な牽制になると思われるのは言うまでもないよね。台湾の潜水艦を中国は身の程知らずと非難したよな。しかし非難せずにはいられなかったということは、中国にとってかなりの深刻事態であるから、過剰に反応したのだろうと見られているぜ。通常動力型潜水艦開墾は、通常型としては大きい艦隊でその名にふさわしいと言えるが、と入っても、同タイプの海自最新型潜水艦大芸型よりは、小さいらしい。開墾の特徴としては、高性能リチウムイオン電池を採用しているので、台芸型と同様、2週間ほどの連続潜航が可能と見られること、アメリカの原潜に搭載される最新戦闘システムを採用していること、射程約 50km の高性能長距離誘導魚雷を装備していることと思われるね。アメリカの最先端技術が使われているから、台芸型よりも高性能では?と考える防衛軍事関係者も多いみたい。台湾は潜水艦を自前で作ったんだけど、建造のノウハウは持っていないんだ。ではどうやって作ったのかってわけだけど、これにアメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ、スペイン、インド、韓国の7カ国が協力したという報道があったよ。要は民主主義勢力連合というわけだな。日本にも参加要請があったらしいと噂されているけど、対中関係などを考えて、軍事的協力は断ったが、民生レベルの技術協力という名目で応援しているらしいと囁かれているみたい。自分で作れなければ外国から輸入すれば?という声もあるみたいだけど、台湾は国際的にも非常に微妙な存在だから、完成品の潜水艦を外国から輸入するとしても売却する国はほとんどないと思われるよ。世界の多くの国は中国との国交を選んだから、建前上は一つの中国の原則に従って台湾と断交していて、日本もそんな国の一つだね。だから台湾へ武器を輸出したら一つの中国体制を踏みにじることだと中国側が猛反発。巨大市場を武器に、貿易制限中止という報復に出るのがいつものやり口だぜ。具体例だが、オランダ潜水艦を売却とフランス1980年代に軍艦やミラージュ戦闘機を販売が、中国の経済制裁でダメージを受けていて、唯一の例外はアメリカだな。台湾の安全保障を謳う国内法台湾関係法を理由に、中国の反対を無視して台湾に武器輸出を続けているわけで、正面からの対決は避けるが、全面的に認めるというわけではないというアメリカのある意味柔軟な上手な方針と言えるわけだ。そういえば、国内法を盾にして外国を脅すのは中国も同じだよね。いずれにしても、台湾が潜水艦建造クラブに入り、自前で量産できる国になったことは中国にとって大きな衝撃だったことは間違いないだろうね。もし台湾が外国から輸入しようしたら、相手国を経済制裁で脅し、中止に追い込めたかもしれないけど、今回はその手は効かないってわけ。台湾は好きな時に好きなだけ潜水艦を作り、配備できることになったから。台湾はロシア・ウクライナ戦争を見て、潜水艦のような重要な兵器はできるだけ自前で確保すべきと痛感したんだろうな。自国で潜水艦を建造した台湾には次はスタンドオフ巡航ミサイル用の潜水艦か?という気の早い話題も飛び出しているぜ。スタンドオフミサイル最大のメリットは敵の射程外から相手を狙える距離の長さだね。中国が着上陸作戦に出るとしたら、当然ながらミサイルやドローンの攻撃対象になるのは、空軍基地やレーダー防空設備、軍港などとなっているよ。このため台湾は反撃能力の確保にも熱心で、
中国大陸に届く国産の対地巡航ミサイル射程約 600km の量産を開始し、また射程 1200km の改良型も開発中みたい。中国本土の標的は、台湾海峡沿岸の福州、アモイなどの主要港湾都市とみられ、ミサイルは中国側から攻撃しにくい台湾島南北の険しい山脈の向こう側に配備し、相手を攻撃する狙いと推測されるよ。領地点は十分射程内だけど、巡航ミサイルは撃墜回避のためジグザグ飛行をするから、最大射程の半分から7割程度が有効射程距離になるはずなんだ。これは軍用トラックに搭載できる移動式ミサイルだから、狙い撃ちがされにくい一方、工作員の破壊行動などに遭う危険性があるってわけ。だから、台湾は潜水艦にスタンドオフミサイルを搭載して中国への反撃手段の切り札にしようとするだろうと推理する向きもあるぜ。しかも10発以上の搭載を目指しているという説、さらに射程 1200km の巡航ミサイルを潜水艦に積むという説、公海まで進出して首都北京を伺うことも可能だという説さえあるらしい。こういった潜水艦の存在自体が中国への強力な抑止力になることは間違いなく、万が一北京を攻撃されたら、共産党指導部の権威が失墜するのは間違いないな。ある人が想定した台湾有事発生の場合のシナリオを以下に紹介していくね。台湾潜水艦は中国指導部を戦意喪失させるため、中国の空母や強襲揚陸艦などの撃沈を目指し、激しい攻撃を仕掛けてくるだろう。以前なら台湾有事が起きても中国との全面戦争を避けたいアメリカは、中国軍艦への直接攻撃はしないだろうし、老朽潜水艦が4隻しかない台湾では全く勝負にならないと考えられていた。しかし今や状況は変わった。アメリカが制止しても、台湾が自衛権に基づく反撃と主張して、複数の海困窮潜水艦で出撃すれば、対潜戦能力で劣る中国海軍は行動を制限されてしまう。最悪の場合、太平洋側への展開は愚か、軍港から艦艇が出ることすら不可能になるかもしれないのだ。そして万が一にも、台湾によって大切な空母が撃沈されたら、侵攻作戦を主導した習近平国家主席は、一気に権力の座から引きずり下ろされる公算が高い。そして当然侵攻作戦も中止する羽目に陥るだろう。台湾有事となれば日本、アメリカ、イギリスなど多くの西側潜水艦が水面下でこっそりと台湾に加勢すると思われる。台湾の潜水艦が前面に出て、中国の空母や大型軍艦の太平洋展開を阻めば、台湾東部の太平洋地域で、中国が制空権を握るのはほぼ絶望的になる。となればこの海域に進出した中国潜水艦が、西側の潜水艦や、対潜哨戒機に発見され、撃沈される可能性が非常に高い。潜水艦は言うまでもなく火中の火だから、仮に潜水艦が西側連合軍に撃沈されてしまっても西側が撃沈したと中国が公言できるはずはない。自分の弱さを認めるようなものだし、ごまかそうとしても海中の出来事なので証拠もでっち上げにくい。どうしようもなくなってしまう。こうなると台湾を海上封鎖し、兵糧攻めで締め上げるというシナリオは瓦解してしまう以上が想定されるシナリオなんだって。台湾の潜水艦建造に関しては、機密が中国側に漏洩したとリークされたり、2027年までに5隻以上を建造して中国の脅威に備える予定らしいという話がヨーロッパあたりの防衛関連業界から漏れてきたと言われるし、情報戦でも駆け引きが激しくなっているようだね。一つ言えることは、中国集大成が台湾武力統一へ執着しすぎたせいで、台湾が潜水艦を建造したようなものだから、ネタコを起こして、ヤブをついて蛇を出したようなものなのかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。